人の数学とうとうスタートです。今日のテーマはこちらです。どうも石戸です。ついにですね、石戸が高校数学を解説する石戸の数学講座を解説することにいたしました。おめでとうございます。まあ、自分で勝手に喜んでますけど。ですね、で、タイトルはですね、中学生でもわかる高校数学。中学生でもわかる高校数学というタイトルで、高校数学の内容をですね、中学生でもわかるように、優しく解説していこうと思います。でですね、どんな内容かっていうと、基本的には教科書の内容で、大学受験に関係がある基礎事項を分かりやすく解説していくというコンセプトでやっていきます。したがって何かすごい難しい問題とかを扱うのではなくて、教科書の内容の中で、まあ、受験で大事なものですねっていうのを扱っていきます。どんな人に使ってもらいたいかというとですね、まず、まあ、数学が好きな、数学に興味がある中学生、他には、まあ、基本的には、この2番目の、人が一番多いと思うんですけれども、高校生で、数学の新しい分野を習うときに、まあ、その、フォローとしてですね、まあ、予習に使ってもらってもいいですし、復習に使ってももらってもいいですし、あ、ちょっとこの分野分かりにくいなっていうものに関しては、見てもいただいてもいいと思います。そしてもう一つは、まあ、数学に興味がある、とか頭の体操代わりに使う大人ですかね。という、まあ3人。まあどの方が見ても、わかりやすく学べるように、シリーズ化して高校数学をまとめていきたいと思います。もちろん、全部やるのっていうと、まあニーズによりますよね。皆さんが、わかりやすいから続編をっていうふうになれば、続編を作っていこうと思いますし、まあ、いいねが1位とかだったら、もうやめてしまうと思います。はい。これからですね、どんどん、この、石戸の数学講座、中学生でもわかる、高校数学を、授業をどんどん上げていきますので、ぜひ、楽しみにしといてください。さて、本日の石戸のインテレ、いかがだったでしょうか。今日はですね、新しい数学講座の解説の、お知らせをお送りしました。分かりやすく中学生でも分かる高校数学の一番初めのテーマっていうのは数列という分野をやっていこうと思ってます。この動画がいいと思った方はぜひ高評価またはチャンネル登録をよろしくお願いします。僕は Twitter や Instagram も日々更新中なので、よければそちらの方もフォローをよろしくお願いします。またですね、高校数学の授業をやっていくんですけれども、その中でこういうのが分かりにくいとか、こういうのをやってほしいってのがあったら、ぜひコメントいただけたらと思います。それではぜひ動画を楽しみにしておいてください。それではまたお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら、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 チャンネル登録はこちら。